カワさん本日もよろしくお願い,いします。はい、どうもよろしくお願いします。本日はですね、あのずっと河合さんとやりたかった企画がありまして、はい、巨人に在籍した外国人の方の、うん、ちょっと思い出というか、<laughs> はい、どのぐらい覚えていらっしゃいますかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思いまして、ね、まずはちょっと同じ野手編で入団の時からの方、はい、ちょっと名前を挙げてまいりますので、はい、河合さんちょっと思い出をちょっと教えていただけたらなと思います。はい、では83年で行くと入団された年は。 レディー・スミスさんとヘクター・クルーズさんっいらっしゃるんですけれども、そうですねあの、もちろん覚えてます、はい、日本シリーズで僕たちは入団1年目はね、西武との日本シリーズを後楽園スタジアムの一塁側のスタンドで見てたので、はいえー、覚えてますよ、クルーズが森さんからだったかな、はい、さよならホームラン打ったのを覚えてますよ。 巨人の2軍の方はそ,、はい、そこで見るような感じだった、はい、そういうふうにしていただいてて、えー、日本シリーズを見てた記憶がありましたね、えー、はい、はいはい、次の日中畑さんもさよならヒット打ったの覚えてますねじゃあ、えー、となんかレジスミスさんとかお話したたことっってあったりか、ねはい、レジスミスは僕が2年目1軍に上がった時に声をかけてくれて、はい、あの確か新幹線の,いあの移動中、はい えー、通訳に呼ばれて<ー>レイジーが呼んでるって言ってあのなんかせ近くの席へ行って話をしたら「はいはい、お前はあのメジャーリーグに今オジー・スミスっていうのがいて、はいはい、で守備で1億円を稼ぐ選手がいると、はい、お,お前はそういう選手を目,目指せばいい」みたいなことを言われて、はい、そんなそれ一軍に上がってそんなに間もなくって間もなくですね。 るる人見たららかかんですねうんだからまあなんで僕にそんなことを言ってくれたのかなという気はその時はまあちょっとこう果てのマークがパンパンパンとこう浮かんでるみたいな感じでしたけど、はい、でも何かいいところがあるなと思って見てくれたんじゃないかなと思いますねちなみにだからその時ってショートに転向して、はい、もう2年とか2年目ですから <laughs> まだあの野手に転向して1年ぐらいしか経ってない頃ですからね。<laughs> <laughs> それで趣味で1億円稼げるようになるって、はい、しかもそれが現実になるわけですから、そうですねす見る目がありましたね、レジーはね、<laughs> す,ごす, <laughs> すごいですねいやすごいな。で、それでいくと次の年にクロマティさん、入団されます、はい、そうです、ね、どうでですすねどかクロ,マティさんクロマティはやっぱり、一番長く外国人の中で一緒にプレーした選手ですから、うんはい、思い出も非常にありましたし。はい あの非常に愉快であパフォーマンスをやるすごいこうやるイメージが皆さんあると思うんですけど、はい、彼はやっぱりね頭良かっったとと思いますどうしういまますす、はい、やっぱりね配球とかもすごい考えてたし、えー、で、はい、ああいうパフォーマンスをやって楽しい雰囲気あるけどすごいやっぱりガッツがあってやっぱりね 彼のなんていうんですかね、そのファイティングスピリッツみたいなものはすごいものがありましたね。えー、そこでもうだいぶ吸収させていただいたい。そうですね、アドバイスもたくさんしてくれましたしね。なるほど。はい。で次が八十八になると、ね、結構みんな話題になってモノマネもしたんですけど、老、うん、名氏。あ、老名氏。老名氏。はい。老名氏は僕あの年が一緒でしたので、あもうそん、あそうなんだ、ね。はいはい。なので、うん、まあその後もね。はい。 えーまあ、当然、一緒に在籍してる間もう、はい、あの比較的仲良くしてましたけどその後、彼が台湾に帰ってから、うんはい、で僕たちがまだ、あ、台湾にその試合で行ったりとかすると、ね、彼がまあ出迎えてくれて<ー>で一緒にご飯を食べに行ったこともありますごい急に現れたスターみたいな感じはあったと思うんですけどどうでしょう、バッテリー・ロー選手の。まあ、本当に救世主で、はい えっととにかくまあパワーがもちろんあったんですけど、あのボールをその運ぶのがすごい上手だなと思いましたね。そのトップの位置からインパクトした後もう一つこう押し込んでいってボールを運ぶっていうなんかこの左腕の使い方、こうワンハンドで持っていくんですよね。あでもそんな感じのあったでしょ。あったあったでしょ。でここからこういってこういうふうにこう持っていくのがすごい上手かったです。 はい、そういうイメージがあったので、はい、非常にこのフォローの取り方が上手で大きかったバッターだなと思います、ね、体型もまあ日本人と同じような感じですもんね。そ,ねそんなに背はむちゃくちゃ大きくなかったですけど、ちょっとこうごつめのね、はい、まあ非常にあのな性格が非常にいい、あ、そうなんですね。性、はい,<正>い,い選手でしたね。日本語とかっても結構喋れるよう、な、no, 全然、<ー>はい、全然その当時も喋れてましたし、まあ台湾に帰ってからも、はい。はい あの向こうで喋ったりとかしても全然普通に、えー、あの喋れますね。えなるほどでその年ちょっともう所属されてる名前がある方は皆さん申し上げる、はいちょっとの、ま、マイク・ブラウンって覚えていらっしゃいますブラウン目当のやけたねちょっとこっとこ冷えちょっと生やしてたブラウン、はい、多分彼だと思いますねでも覚えていらっしゃいますよ試合数でいくと,、はい、えと巨人でまあ70試合ぐらいですね、うん。ブラウンはなんか記憶にあありますいつもあの えー、まあひげ剃りブラウン使ってたんで <laughs> <laughs> ブラウンミクロン <laughs> って言ってよく、はい、そんなこと言ってました <laughs> なるほどね <laughs> あとブラウンなだとあブラッドリーあブラッドリー覚えてますよブラッドリーはいメジャーリーガーはい気難しい感じの選手でしたけど、はい 彼のやっぱり外野のそのボールを補給するっていう動きってすごいね。良、はい、かったと思いますね。そうなんです。まあバッティングちょっと苦しいんだけど、でもまあまあ打ったかなと思いますね。ええー。あのはい。結構。気難しい部分が。あったんですかあの、どっちかというと、そういう感じはちょっとありましたね。で、僕らに対しては全然同じ選手同士なので、はい、そうでもなかったですけど。<ー>なんかこう、すごいこう、周りを気にするような雰囲気っていうのはすごいある選手だったなと思いますね。そうだったんです、ね。はい。 あと、次、モスビー。モスビー。モスビー,あー。彼は愉快でしたね。愉快な方なんですか。はい。はい、もう、まあ、モスビー・ワールド。に、こう、いつも入ってる雰囲気がすごいあって。はい、また先での仕草であったりとか。まあ、なんか、類で出ても落ち着かないね。 うん、でたまにまあ僕とモスビーが1番で僕が2番だったりとかしたんで、はい、まあたまにサインを見落としてくれたりとかねエンドラが出てるのに走ってないとかっていうような時とかね<ー>そういう時ありましたただまあそこはあのカバーするのは僕なんでなるほどまあ走ってないのは視界の中に入ってますからああ走ってないと思ったら手を出さなかったりとかもしくはうちに行ってもこう,あとこうパンとファールしたりとか。 で、そういうのは、いつもは、やっぱり外国人が一番に入る時っていうのは、警戒してましたね。そうなんですね。はい。じゃあ、まあ、逆に言うと、二番バッター、一番が外国人の時、それ、うん。が苦手な選手もいたでしょうね。他のチームとかだと。と思いますね。そうですね。そんなことが。はい。だから、やっぱ、そういう、その。まあ100、百パー信じたいですけど。<laughs> <は> <laughs> やっぱり、信じちゃいけないっていう、<laughs> もしかしてっていうのは、やっぱ、あるので。特に、その、やっぱり、ディスボールの。はい。 あのプレーの時ですねでその時って両方がやっぱり動かなきゃいけないので例えば盗塁だけとか、はい、ま例えば送りバントだけとかっていうんだったら、まあ、別に片方がちゃんとやればいいわけで,、はいでまあ、例えば盗塁だったら走っても走らなくてもいいわけですから、はい、でそういう時じゃなくてエンドランとかうーん例えばまあスクイーズ、まあ、スクイーズの時にはもうどうしようもないですけど <laughs> 特にエンドランの時とかは。 あのエンドランバサーエンドランね、はい、でその時っていうのはやっぱりこうランナーが走るか走らないかっていうのはある程度こう視界の中にやっぱり入れてるもんなんでプロってすごいっすねあんな球をそれで見極めて振らないっていうことができるんです、ねまあそうです、まあ、打ちに行って止めるって言って<う>ああ動いてないっていうのはなんとなくこう視界の中でやっぱり動く動けばこうなんとなく分かるんですけど、はい、やっぱり動いてないとあって思った時にこう打ちに行ってとこう止めたりとか。ちなみにそれって、はい 入団してにたでじゃあ2年目3年目の時でもできるもんなんですか、はい、まだ2年目3年目じゃなかなかそこまでねあのね余裕がなかったと思いますけど相当の技術使わないとできないですよね、はい、徐々にまあ僕はそのいい 2>, 2番バッターやっぱりやってるのが一番長かったので、はい、ましてや右バッターですから、はい、余計視界にこう入りやすい、はい、すごいですねでもそこで止めたことを首脳陣も、はい 気づけるわけじゃないですか。見事して、そうやって信頼ってお互いが信頼。そうですね。で、分かってないのはランナーだけです。出てないと思ってますからね。なるほど。で、翌年九十三年なりますと、あ、これもすごい。なりもの、バーフィールド。はい。すごい、もう、なりものいってきましたよね。そうですね。バーフィールドは、僕、やっぱり、メジャーリーグの時にも。ええ、み。 見たことがありましたしテレビで見てましたし、はい、知ってたので、だから彼のイメージっていうのは僕はやっぱ肩がすごいっていうイメージがすごいありましたね。はいはい、はい、でジャイアンツの時もバッティングはちょっとねまあ少しはホームラン打ちましたけど、あの思ったほど力は発揮できなかったけどやっぱり彼の肩はスローイングすごかったです。はい、いいボール投げてました。まあ、たはい。 バーフィールドってポジションってセンターでしたっけライ,イライトやってたんじゃないですかね。で,はい、でもメジャーで四40本ぐらい打ってたでです、ねはい、そうですそそううただちょうど日本来た時<ー>多分彼ね手首を痛めてた後に来てるんで手術かなんかした後だったんで、はい、あんまり良くなかったと思うんですよ。 でバッテリーの方はちょっとね、もう一つだったと思うんですけど。はい、はい、あのう、かた場は僕、素晴らしかったし、うん、人間性も非常に素晴らしかったですね。あ人間性も良かった。良かったですね。はい、で,すねで、次が、ブラントリーです。はい、ブラントリーもなんか、なんとなく覚,覚えてる。いや、十三試合しか出てないですよ。はい。なんとでもでも、あの雰囲気は覚えてます。なんかあります。覚え、ポジションも覚えていらっしゃいます。ブラントリー。 だからねえその前ブラッドリーっていたんだっけそうですねブラッドリーがそうでしょそれでブラントリーが来たら覚えないですよね、うん、いやちょっと日本にブラント来たんじゃないですか <laughs> ブラッド来て,帰っ,て、はい、帰ったんじゃないですかねいただきました <laughs> で次が、えー、ブラントリーの後あとあっ94年すっごいグラッテンはいはいグラッテンって言ったらやっぱねもう僕はもう乱闘がそうですねあの ファイターっていうイメージが、まあ、うん、すごい強かったですね。やっぱ、あの試合だけじゃなく、まあ、基本か、やっぱりもうファイター結構かか。どっちかというと、うん、はい、あの。選手たちを、こう、元気出さす、その、なんていうんですか。はい。おい、行こうぜ、行こうぜ,行こうぜみたいな。ええ<ー>。で、そこでつこうとかっていう、そういうタイプだったんですね。あれ、なんか、はい。あの、グラッテンとかは、打順、また、一番とか、打ったりとか。って,してましたありました。でしたよね。なんかはい、グラッテンは一番が。 多かったのでなんか多かったですよねなん、はい、で彼ねそんなに足速くなかったんですよはいうんだからまああのエンドランとか出ても、はい、まあスタートあんまり良くなかったし、はい、まあとにかくグラッデの時にはちゃんとまずあ当てなきゃいけないなっていうふうにはいつも思ってましたね空振りしたらもう絶対これアウトになるわとかって思ってたんで<ー>そこら辺はやっぱり用心しながら、えー、でもやっぱ彼はメジャーリーグでも、はい えっとミネストーツインズだったかな、はい、彼ああそう、ね、来る前で,です、ね、ワールドチャンピオンかなんかになってるはずなんですよ、はい、でその時僕見てたので<ー>で彼はやっぱりそういう上位を結構打ってファイターっていう、えー、そういうイメージがすごく僕の中あったんで、うん、で彼はでも意外にそこら辺はしっかりしてたかなと思いますね川井さんでも結構こう日本ってやっぱり野茂さん行ってから完全にメジャーブームが起きたなと思うんですけどやっぱ 結構ご覧にならえたんですね。メジャー見てましたね。八十年代の後半ぐらいから、はい、結構メジャーリーグのテレビ見たり、BS でやってたんですかメジャーっだったかな。えー、あとアリゾナの教育リーグへ八十、はい、年代の後半ぐらいからずっとジャイアンツと二軍は。はい 9月ぐらいから11月ぐらいの2ヶ月間ぐらいずっと行ってたんですよ、うん、そで,す、ね、でそうなるとやっぱり向こうでも中継やってるしちょうどその頃にワールドシリーズ10月の終わりとかやってるんですよ、はい、でそういうので結構見てたんでだから、えー、とドジャースとオーク、はい、えっとアスレチックスのなんか結構いい試合ありましたよねうん、うん、ギブソンという選手が足故障しててサヨナラホームラン打ったのあれ,なあれ何年だったか忘れたけど。 ドジャース・ギブスうんギブソンとエ,エカーズそうそうエッカーズリーエカーズリーオークランドあれでも90年代の最初の88年八88年だ,、うん、だまさしくそれはアリゾナ行ってたんですあそうなんですね、うん、88年僕レギュラーになる,なる前の年ですけど、はい、その時もシーズン1軍が終わってから向こうへアリゾナ合流して、はい、でその後十11月は えと20日ぐらいまでずっとねパームスプリングスっていうところで、はい、秋のキャンプやってたんですよだからもう2約2か月ぐらいずっと向こうへ,へ<ー>ア,アメリカ行ってる時にそのワールドシリーズてテ,テレビで見てて覚えてますよ当時にメジャーの面会そんなにないじゃないですかその前に、はいはい、やっぱすごいなってあだからやっぱりそのレジー・スミスが、はい、オジー・スミスのことを、うん こうまあ紹介してくれたというか言ってくれたことによって、はい、メジャーリーグの,そのやっぱりこの守備とかにすごい興味を持ってたわけですよだからチャンスがあったらテレビを見たりとかしてましたね。全部つながるんすね <laughs> そしてこの88年の翌年は金鉄を日本シリーズ日本でやられてますもんねそうなんですよ。だからなんかねやっぱりああいう戦いを見た時ってなんかすごい感動ありましたもんね。 あの足を引きずりながらギブソンがワンハンドでライトへホームラン打ったやつね。いや、ちょっと僕も分かってなくて、すみません、勉強でいや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 、それは思い出します、すね、代々出てきて。いやでも、それのプレー見てるから、翌年のヘッドスライ,グにスライディングにつな、はい、がらなや,やっりますね。い、ね、いやー面白いなー